腹筋を鍛えたい方は今回のプランクが最高です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの20秒で腹筋にガツンと効く膝つきプランクツイストを紹介します。以前膝ついたプランクを紹介したんですけども、20秒でね、すごい効いたよっていうコメントがたくさん来ました。今回さらにきついバージョンになるので、ぜひ挑戦してもらえたらと思います。最大のメリットとしては、腹筋に直撃します。20秒した後はですね、必ず叫びたくなると思います。で、負荷がね、通常のプランクより高いです。メリットとしては、腹筋にしっかり効かすことができます。そして外腹斜筋にも効きます。短時間でね、20秒ですから、短時間で本当に効きます。で、体幹がしっかり鍛えられるので、いろんなエクササイズをした際にですね、ちゃんとした筋肉を使うことができるようになります。デメリットとしては、少しバランスが必要です。で、負荷が高いので、もしかするとできない方もいると思いますが、ぜひともチャレンジしてもらえたらと思います。プランクでお腹に効かすポイントはですね、しっかり骨盤を後傾させることです。スクワットとかした際は骨盤を前傾さすんですけども、プランクとか腹筋の場合は腰を丸めて骨盤を後傾させて、お腹をキュッと締めた状態でね、効かしていきますので、そこを意識して真似してもらえたらと思います。では説明します。まず通常のプランクなんですけども、肩の下に肘をついて足を伸ばして腰が反れないように、お尻とお腹を締めて体をキープです。これは腹筋と脊柱起立筋両方に効きますから、意外と腹筋に効いてる感じは少ないと思います。ですので結構強い方はね、全然1分2分余裕だと思います。で、そういった方向けに、まず膝つきプランク、手をしっかり前に伸ばして肘を寄せないように、つま先と膝で腰を丸めて体を持ち上げる、腰が反れないように、こういう感じです。これを20秒間キープしてくださいっていう膝つきプランク動画を載せました。今回応用編としてですね、手を伸ばして少し肘をちょっとだけ近づけます。あんまり手前はダメです。伸ばしたとこからちょっと近づけて、足は肩幅です。こっから腰を上げて、そしたら片足横に持っていきます。そしてついてる足側の手をお腹に持っていきます。ちょっとやってみます。ちょっと肘を寄せて体を上げる。こうで。こうです。お腹をしっかり触ってください。膝をついてる側の腹筋に効いてますから、お腹をしっかりね、触って硬くなっていることを確認しながら行ってください。反対も一緒です。こっから足を持ってったら、ついてる膝側の手をお腹に持っていきます。これで10秒キープ。左右10秒ずつキープで計20秒です。床につく部分はですね、左右対称の右肘、左膝、左肘、右膝っていう風についてます。では、一緒に頑張っていきましょう。あんまり肘を前に出しすぎると、肩を痛めてしまうので、適度に近づけてください。肩が少し痛いなと思ったら、もう少し肘を手前に押してください。では、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、10。反対です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あー、お疲れ様でした。いやー、20秒でね、汗が出ますね、本当に。いやー、頑張った方、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ちょっとバランスがいるので、難しかったと思います。もし難しかった方はね、両肘、両膝、膝つきプランクから20秒キープをしてください。それが慣れた方はですね、10秒ずつで今みたいにしっかり効かすことができます。ただ、肘を前に出しすぎると、肩に負担がいくので、ちょっと手前に押してですね、肩の下よりも少しは前に出してもらう。足に体重を乗せて、腹筋を効かしてください。外腹斜筋と腹直筋に効いてますから、普通の正面でね、両肘両膝でやるプランクは腹直筋に効きますけども、今回足をツイストしてますから、外腹斜筋にも効いています。なのでね、普通の膝つきプランクよりは、
負荷が少し分散されるんで、お腹が痛いっていう風にはならなかったかもしれませんけども、まあ、しっかりね、腹筋、外腹斜筋に効いてます。しっかりね、負荷が上がって、片方ずつ効かしていく感じですから、腹筋のね、右の腹直筋、外腹斜筋、左側っていう風に腹筋に直撃してると思います。しっかり短い時間でね、効くっていうのはすごいメリットだと思います。やっぱり1分とか50回、そういうのはね、やはり飽きてしまうっていうのがあるので、まあ、短い時間でね、やはり効かすっていうことが、筋肉にもちゃんと負荷が与えられて成長のエクササイズになると思います。でしっかりね、足をひねることで体幹部がしっかり安定してきますから、こういったね、体幹を使うメニューっていうのをしてもらうことで、まあ、インナーマッスルがねしっかり鍛えられると、まあ、女性なんか特にアウターマッスルばっかり使っちゃうと体がね大きくなったりしますんで、まあ、インナーマッスルをしっかり鍛えてシェイプアップしてもらえたらと思います。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。 SNS されてる方はぜひぜひシェアしてください。タートル、ツイッターもやってますから、もしツイッターやってる方はぜひフォローしてもらって、まあ、いろいろね、質問とか、新しい動画の更新とか、情報共有してもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。